こんにちは、林村ゆかりです。今回お知らせをさせていただきたいと思います。9月20日旅行会社の JTB にエンタメ部門があるんですけれども、そこから瞬間というアルバムをリリースします。このチャンネルは、3年くらい続けていて、もう本当に少ししかアップしなかったんですけど、その後はショールームだったり他の YouTube チャンネルだったりっていう風に動画活動してきました。でそこで声をかけていただいたわけですが、9月20日のリリースに合わせて20日、21日、23日とリリースイベントがあります。20日は東京シティアイっていう場所で、21日は川崎のタワーレコード、23日は岡山県赤磐市、私の地元なんですけど、そちらでリリースイベントを行います。内容は3曲ほど歌ったり、終わってからは交流会などもあったりするので、ぜひぜひお立ち寄りください。 CD の予約は始まってまして、8月31日までは HMV タワーレコード TSUTAYA で予約していただくと、それぞれ違う予約特典もついてきますので、ぜひよかったら3店舗予約いただけたらなと思います。コンプリートぜひ。TSUTAYAはちょっとなんかトラブルがあったみたいで、予約特典は9月6日まで延長されています。ではここで CD のご紹介をしたいんですけど、音ドン瞬間という表題曲は、皆さんドラムタオさんってご存知ですかね。すごい和太鼓で世界的に有名なアーティスト集団なんですけれども、ドラムタオさんと JTB 主催のイベントでドラムタオさんの公演後に流れるようになっています。作詞は中島美嘉さんの雪の花を書かれた方で、すごく壮大な曲になっているんですよ。ホームページも、動画概要欄に貼っておくので、ぜひ見てみてください。2曲目の夢が咲く頃は地元を思うような曲になっています。親だったり恋人だったりお友達だったり、誰か思うけど夢を頑張る人のことを描いているなって思いました。3曲目のしなやかにという曲は、女性がしなやかに日々を生きていく様を表していて、コーラスがとっても気持ちいいので注目していただけたらなと思います。私はメイクチャンネルも持ってるんですけど、そちらでこの曲をちょっと使っています。春の花は私のオリジナル曲になるんですけれども、去年冬の終わりぐらいに配信のみで販売してました。卒業式や桜の咲く別れの時期なんかにいいなと思います。結構私は涙がにじむいい曲だなと思うんですけど、ぜひご感想いただけたら嬉しいです。パラレルトラベル、この曲はですね、 SNS がちょっと嫌になった女の子が妄想なのかいろんな世界に迷い込んでしまうような物語を書いていて、国や時間も飛び越えてしまうところに注目していただけたらいいなと思っています。パラレル、口ずさみやすい。オーバーザスター、こちらはミュージックビデオがありますので、そちらをぜひご覧いただきたいのですが、生きるということをちょっと考えさせられるようなジャズチューンとなっています。ミュージックビデオは動画概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。今後はですね、ここのチャンネルでマイクを通さずにカラオケ動画をちょっと上げてみようかなって考えていたり、あとはもう一つチャンネルがややこしいんですけど、デスヌードチャンネルの方でミックスもちゃんとしてあるものを上げていっています、今。はい。で、ダオコさんの打ち上げ花火ももう撮ってあって、今週か来週ぐらいに上げようと、デスヌードチャンネルの方で上げようと思っているので、そちらの方もぜひフォローしていただけたらなと。チャンネル登録よろしくお願いします。カラオケ動画ミックスなしの需要あります？YouTube で使えるカラオケが結構出てきてて、それでやりたいなとも思ってるんですけど、賛成反対お待ちしております。はい、それではぜひ CD リリースイベントでお会いしましょう。林村ゆかりでした。